ヘルゴラント旧系巡洋艦はオーストリア・ハンガリー帝国海軍の軽巡洋艦。同帝国では第一次世界大戦前に最後に竣工した軽巡洋艦である。本級はオーストリア・ハンガリー帝国海軍がイタリア海軍に対抗しアドリア海島における政界権維持のために建造した巡洋艦である。同帝国海軍においては 偵察巡洋艦に類別された。全球のアドミラルシュパウンと共に第一次世界大戦期のオーストリア・ハンガリー帝国海軍では最良の軽巡洋艦であり、対戦前期間を通じてアドリア海域各地の起動作戦に使用された。第一次世界大戦を生き残った本級各艦のうち、ヘルゴラントとサイダはイタリアに賠償艦として引き渡され、ヘルゴラントはブリンティジ、 サイバは、ベネツィアとそれぞれ解明された。ノバラの実はフランスに賠償官として引き渡され、ディオンビルと解明された。軽巡洋艦、ノバラ。本級は、船体形状を船首楼型船体とした。軽構造で、全体的に低いシルエットとなっている。環境構造物は二層構造で、防晶構造の前、帆柱と共に、船首楼の後端寄りに設けられた。 環境前と環境後方両限の選手楼甲板上には 10cm 炭素手法、各一機を配置した。選手楼後方の主戦体内は間質区画で、甲板上には等間隔に4本の煙突があり、付近の両限は探偵用周一となっている。船体中部から後部にかけての甲板上左右両限に 10cm 炭素手法を、 片幻角3機ずつ配置した。水も防晶構造で、機械室区画工法の甲板上に設けられた。45センチメートル連装魚雷発射艦3機は、4番煙突の、両脇に1機ずつの計2機と5甲板の最後部に1機を配置した。軽巡洋艦載だ。本級の手法には、アドミラルシュパウンに引き続き主個打射で、 オーストリア・ハンガリー帝国海軍向けに製造した計11型 10cm 砲球機を搭載した。この砲は後に自国の駆逐艦タトラ級の手法にも採用された。その性能は 26.2kg の砲弾を用いた場合業格14度での射程距離 11000m であった。これを棒立てのついた単装砲がで搭載した。 旋回と浮行は主に人力で行われ、方針の行角18度、深く4度で、砲側、左右に180度旋回できたが、実際は、上部構造物により社会に制限があった。発射速度は、毎分8から10発だった。他に、耐水雷艇迎撃用に、シコダ製4.7センチメートル砲を一機搭載した。また、 1> 第1次世界大戦時に 6.6cm、炭素降格砲1機が追加された。水雷兵装として、当初 45cm 連装魚雷発射艦3機を装備したが、第1次世界大戦時に 53.3cm 連装魚雷発射艦2機に換装された。本級は、ヤーロー式石炭戦勝水艦艦16機とアイグ。 カーチス式直結タービンを採用した。タービン機関2機による二軸推進で、最大出力 25100SHP を発揮し、最大速力27.0ノットを得た。サイダーのミメルムズフェニガー式直結タービン2機に、軸推進で異なっていた。機関配置は、艦中央部前よりに間室、その後方に、機械室をそれぞれまとめて配置する形態をとっていた。 ガヌビウス社フューメゾー戦所で1911年10月28日、帰港、1912年11月23日、浸水、1914年8月29日浸港。イタリアへ賠償官に指定され1920年9月19日より、イタリア海軍にて、ブリンリィシとして、収益、1929年11月に、除籍誤解退処分。 CNT 社モンファルコーネ造船所で1911年9月9日、寄港、1912年10月26日浸水、1914年8月1日、竣工。イタリアへ賠償官に指定され1920年9月19日より、イタリア海軍にて、ベネツィアとして、収益、1930年3月に、除籍後解体処分。 ダヌビウス社フューメ造船所で1912年12月9日、寄港、1913年2月15日浸水、1915年1月10日、春港。フランスへ、賠償官に指定され1920年9月20日より、フランス海軍にいて、ディオンビルとして、収益、1932年に除籍後解体処分。ありがとうございます。